回ってるかな。 OK。 どうも皆さんこんにちは、アキアです。今回なんですけど、ログ撮影の基礎、まあログ撮影って何なのっていうようなね、動画を撮っていきたいと思います。はい、まあ、よく言われてるログ撮影ってね、まあ、こういう状態の色のものになるんですけど、まあ、これで撮影したらどんなメリットがあるのかとか、なんでねみんなログで撮ってるのとかね、多分疑問に思う方いらっしゃると思うんですよ。僕も最初ね、なんでこんなんで止まらなあかんのみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、今はねログじゃないともう撮れないっていうところまであるんで、まあ、そのログ撮影を撮るとどういう風な、まあ、ことができるのかとかね、まあ、そもそもログって何なんみたいな感じで、あらゆるね疑問を解決していきたいなというふうに思ってます。はい、ちょっと一個だけね皆さんにお伝えしないといけないことがあって、6月に僕がね開講したこのカラーグレーディングを本格的に学べるオンラインクラス、カラーグレーディングプロっていうものがあるんですけれども、こちらですね11月1日からちょっとね価格改定を行いまして、ちょっと約 20% ほど値上がりをねします。はい、なのでねちょっと購入を検討していた方はね早めにねご購入いただきたいんですけれども、まあ、最初の想定のね購入の想定人数よりもかなり大幅にねこう購入者がありがたいことに、本当にありがたいことにいてくださってて、まあ、ちょっとねこのまま多くの方にね届くとねちょっと希少価値というものがちょっと難しくなってしまうっていうのもありまして、ちょっとね今後は値上げをした形での販売というふうにねなってしまいます。はい、まあ、ご購入いただいた方はねもうめちゃくちゃ気に入っていただけてね、本当にこうカラーグレーディングの技術がめちゃくちゃ上がっているっていうのもありますし、まあ、僕自身ねこれは本気で作ったクラスになるので、僕の全てをね捧げていて、まあ、普通に絶対に日本でここまでグレーディングをね学べる、まあ、オンライン教材っていうのは、まあ、100% ないやろうなっていう感じなので、まあぜひね気になる方はチェックしてもらえたらすごくね嬉しいかなというふうに思っております。はい、ということでね早速やっていきたいんですけれども、まあ、まずそもそもログ撮影って何なのかっていうところなんですけど、先ほども言った通りこういうね色が淡い状態でね撮影されたものというふうになっています。でこのログデータをカラーグレーディングするとこんな感じでね、まあこれ僕がグレーディングしてる映像なんですけど、こんな感じに変えますと分かりやすくねちょっと今回簡潔にまとめると、そもそもログって何なのかっていうところで言うと、ログ撮影っていうのはダイナミックレンジをね広げて撮影していくことができます。ダイナミックレンジっていうのは明るいところと暗いところのねその明暗の差を広げて撮ることができるんですよね。一般的なカメラだったらこう外で撮影したりとか、こういう風に今ここにね窓があるんですけど、こことかが結構こう真っ白になっちゃうと思うんですよ。でも今ログで撮ってるので、しっかりとねこの明るさもしっかり保ちながら、まあ、こういった暗い部分の場所もしっかりとねディティールを残して撮れるみたいなね、そういったことができるようになりますと。で理解しやすいように言うと、写真のねローみたいなものですね。はい、ログっていうのは、でこれはローのようなものになってて、ログっていうのはローではないんですよ。厳密にはね写真ってローで撮れるじゃないですか。でその写真のさローってめちゃくちゃ重いやん。はい、でこれがね動画になってくるともう大変なことになるんですよね。その動画でローっていうのは一応撮れるカメラもあるんですよ。それがいわゆるシネマカメラっていうものになってきてて、このログっていうのはそのローほどはないけど、でも普通のね JPEG とかそういったもので撮るよりかは編集の幅が広いですよっていうような形になってます。わかるかな。動画でもローが撮れるっていう風に言ったんですけど、それはねシネマカメラとかが撮れるんですけど、いわゆるこういうねカメラ、はい、こういった小型のカメラ、今撮ってるねこの 7-4 とか後ろの S-1 とかあるんですけど、こういったものでそのローを撮ることはできないんですよね。というのもやっぱそのめちゃくちゃデータ量が重いので、その処理がそもそもできなかったりとかするし、まあ、そもそもね重すぎて編集もできないみたいなことに陥るので、だからねその写真とローでいうその間ぐらいのものをうまいことねいいとこ取りをしたデータサイズも割と軽くで編集もかなりねサクサクできるみたいな、それが動画でいうところのログになります。なので編集は結構ある程度ね幅広くできるし、なおかつ作業がねサクサク進むみたいな、そういったものになってますね。でさらに分かりやすい例えで言うと、髪の毛のカラーをするときに色入れたいってなったときに脱色するじゃないですか、ブリーチで。ブリーチで一回この黒っていうのを抜くじゃないですか。今僕これちなみに地毛です。はい、真っ黒なんですよ。でもね僕4年ぐらい前に USJ で踊ってた時にめちゃくちゃ金髪にしてました。はい、っていうことは置いといて、そのめちゃくちゃ色抜くじゃないですか、色を入れたい時って。でその金髪にした後で色カラーを入れると思うんですよね。でそれがその金髪ブリーチをする状態がログみたいな感じ、そこにカラーグレーディングとして色を入れていくみたいな、でそれがね、まあ、いわゆるログっていうものになってくるんですよね。でちょっとね雑学
的なところになるんですけど、人間の目っていうのは明るい部分の明るさの差にはねすごい鈍感なんですよね。でも暗いところのね明るさってめちゃくちゃ敏感なんですよ、人間の目ってね。例えば暗い部屋とかでスマホのね明るさいじるときね、暗いときってめちゃくちゃ細かに調整するじゃないですか。でもさ外に出たときとかに太陽の明るさとか全く気にしなくないですか。太陽って結構明るさ変わってるんですよ。曇りのときとか晴れのときも全然違うし、なんなら早朝から昼にかけての明るさっていうのも全然違うんですよね、本来は。でも人間ってもう明るいものの明るさってあんま気にならないんですよ、鈍感なんですよね。っていうのがあって、このログのガンマカーブっていうのは暗い部分にね結構こうより幅を広げて、でなおかつ明るい部分はまあそこそこ保っておけばいいよねぐらいの感じになるんですよね。まあ見たことある方いらっしゃるかと思うんですよ。この暗部の部分はしっかりと階調を作っていて、で明るい部分はまあほどほどにね、しっかりやってるみたいなっていうのがログっていう風にもなってきます。はい、ここまでどうでしょう。結構ごちゃごちゃなってないですか。いきますか。もうちょっと言っていいですかね。はい、でカメラによってもねその色の情報量に違いがあるんですね。そのカラーの情報量っていうのもカメラによってその撮れる量っていうのが変わってきたりします。例えばねソニーの α7-3 とか 7C みたいなカメラっていうのは8ビットって呼ばれるね情報量、それはね1600万色の色っていうものがね撮れるデータ量になるんですけど、まあ、それが最大の上限になってきます。一方でねこの今撮ってるソニーの α7-4 であったりとか、ここにある FX30 ですね、最近発売されたものとかであれば10ビットの収録ができるようになります。なので10ビットっていうと8ビットが1600万って言いましたよね。この10ビットっていうのは10億を超えるんですよ、色の情報量だけで。っていうぐらい8ビットと10ビットのこの明確な差っていうのが結構あったりしてて、でそういったものもまあカメラによってね違ってきますよっていう風な話になってきます。まあ最近のねカメラでまたねちょっとややこしいんですけど、 BionzXR っていうねプロセッサーを搭載してるカメラであれば今のところね10ビットの情報量で撮影できるようになっておりますので、まあ、皆さんがこうカラーグレーディングをより深くしたいとか明暗差ダイナミックレンジを広げた撮影をしたいっていう方はこういったね10ビットっていうものを撮影できるカメラをね選んでいただければいいかなというふうに思います。でさらにね言っていくと、ここにですねパナソニック、僕ねパナソニックカメラもたくさん使っているんですけれども、ここに S1H っていうカメラがあります。はい、でこのパナソニック S1H もログで撮れますし、この FX でもログが撮れるんですけど、それぞれログが違うんですよね、厳密に言うと。っていうのもカメラメーカーごとによってログのね形式があったりしています。はい、なんかこうそれぞれのログが絶妙にね違ってくるんですよね。パナソニックのログは Vlog と呼ばれるもので、ソニーのログは S ログと呼ばれるものですね。でキヤノンだったら C ログで、ニコンだったら N ログとか、富士フィルムとかやったら F ログ、 DJI とかだったら D ログとかありますね。なのでそれぞれのメーカーごとによってログがあるっていうことも頭に入れておいてください。なのでソニーのログを使っている感じでこの違うカメラに乗り換えたりした時に、そのログのねちょっとこう個性がまた変わってくるので、編集してる時もねなんかちゃうなみたいな感じにはなってきたりします。で今回ねちょっとこの2つを見比べてるんですけど、このパナソニックのログはめっちゃシンプルなんですよ。もう Vlog 1個、まあ、もしくはね GH シリーズは Vlog L っていうものがあるんですけど、でもこの Vlog で撮れるんですね。はい、この1個で決まってるからいいんですけど、ソニーがねめっちゃいろいろログとかいろいろあるんですよ。これいいんですけどねややこしいの。なのでちょっと説明していきたいんですけど、今撮ってるソニーの α7-3 なんかはピクチャープロファイルと呼ばれる PP1 みたいな、そういったものを聞いたことある方思うんですけど、 PP1 から PP11 とかまであって、それぞれにねいろいろとね選んでいくことができるんですよね。でこのソニーの S ログっていうのはPP789 になってきます。この789がそれぞれ S ログとして撮影することができます。僕自身はPP9 の S ログ3でねほぼほぼ撮影をねしているんですけれども、他にもですねソニーっていうのは PP6 のシネ4があったりとか、 PP11 の S シネトーンがあったりとか、あと PP10 のハイブリッドログがもう HLG もあるし、 PP11 のピクチャープロファイルっていうのもあったりします。でこれはログではないんですけれども、ログのようにいろんなね編集をさらに綺麗にできたりとか、いろんな色付けがやりやすかったりとか、そういったものになってくるので、こういったものもおすすめですね。これに関しては後でねちょっと詳しく撮影します。はい、っていう感じでねログにもいろいろあったりとか、メーカーによっても違うということを理解いただけたと思うんで、ログの撮影時のねコツについてお話をねしていきたいなというふうに思ってます。ログでね撮影する時っていうのは色がね淡い状態で見えるようになってしまうので、僕的にはラットをねかぶせてあげるっていうようなね設定をしてあげることをおすすめしています。これはねそのカメラのねプレビューのモニターの中でラットをね表示させることによって現実っぽいような色味でね確認して撮影ができるので、これはね結構もうマストかなと思ってます。
ソニーだったらね、表示オプションの中のガンマアシストを入りにしてあげるとね、できるようになりますし、パナソニックであればこのね、モニターをビューアシストオンにしてあげることによって、そのね、ラットを当てた状態でのプレビューのね、確認ができるようになってきます。はい、あとはヒストグラムって呼ばれるものがあって、こんな感じで明るさのね、幅とか明るさのこの輝度っていうものを表してくれるモニターになります。はい、なのでこれがね、適正になるようにね、調整してあげるとね、白飛び黒つぶれがなく撮影することもできますし、パナソニックはもちろんヒストグラムがね、出せるプラスで波形をね、出すことができるんですよね。僕はもうこれ常時ね、こんな感じで撮影用のもう撮影するときは出してるんですけれども、まあ、結構これがね、あればね、撮り見逃しがなく撮影をね、することができます。で、僕的には若干ね、ログの時は明るめで撮っておくことをお勧めします。やっぱりね、その雑学の方でも言ったんですけど、ログっていうのはね、もともと暗い部分をね、より残せるようにね、撮るものになってくるので、ちょっとだけ気持ちね、明るめに撮っておくと、いいかなというふうに思いますね。はい、というわけでね、ログ撮影についてちょっと意外とね、分かっていただけたかなというふうに思いますので、じゃあ次、ログ撮影のデメリットっていうものを皆さんにね、伝えていきたいなというふうに思います。まず1個、ISO 感度が上がるんですよ、ログ撮影っていうのは。一応ね、ログ撮影で撮ると最低の ISO 感度っていうものがあったりするカメラもあって、このね、パナソニックだったら640以下はできないとか、ソニーだったら73とかだったら800以下にはできないんですよ。でも最近のね、 FX33 とか 7S3 とかはね、基本的にログのね、ISO 感度、他のものでもいけるんですけど、でも一応ね、そのベースの感度としては800とか640になってきます。なので必然的にログを選ぶとね、もう勝手に ISO 感度が上がったりします。 ISO 感度が上がるっていうことはノイズが増えていくっていう風になるんですよね。なのでログで撮影するとノイズが増えやすいっていう風なデメリットがあったりするんですよ。写真とかやったらね、日中とかやったら ISO 100とかで全然いけるじゃないですか、シャッタースピードとかカリカリすればね。ただね、動画の場合ってまた別になってきて、ログだったら ISO 感度がね、さらに高くなった状態からのスタートになってくるので、まあ ND フィルターをね、つけてあげる必要も出てくるし、まあそうなってくると、ちょっと結構ね、アンブリノイズが乗りやすくはなってきたりします。で、やっぱりね、データ量が結構重くなりますね。ログになればやっぱりね、その取り込む情報量っていうのが多くなってくるので、データ量はもちろん大きくなりますし、 PC がね、スペックが足りてなかったら結構ね、そのカクカクした編集がしにくい状態にもね、なったりしやすいっていうのも結構ね、メリットとしては挙げられるかなというふうには思いますね。まあ、あとはシンプルにね、編集に時間かかりますね。やっぱりそのカラーコレクションっていうね、その色の調整をしたり明るさの調整を後々やっぱすることを前提にするので、一個一個ちゃんと直していってあげて、そっからやっと編集みたいな、最初は始めるまでにね、時間がかかったりもしますし、まあ、そこはちょっとね、普通のモードで撮るよりは大変かなとは思います。ってことで、デメリットの方をね、お話しさせていただいたんですけれども、ちょっとだけワンランク上のね、お話をするとして、適正な露出でね、撮影する方法っていうものをね、ご紹介しておきます。今ね、ちょっと僕ないんですけど、18% のグレーカードっていうものがあるんですけど、こんな感じのやつ、はい、これを、撮影時にこのカメラにこう当ててあげて、そこの露出に基準にして露出をね、決めてあげると、これが一番正しくは撮影ができます。はい、というのも、この 18% のね、このグレーのところから基準として、そのダイナミックレンジっていうのは、明るいところがそこから何階調いけるのかと、暗いところ何階調いけるのかっていうところが、そのカメラのダイナミックレンジっていう風になってくるんですよね。で、これを見てもね、やっぱりこう明るい部分よりも暗いところの方が、ストップ的に、その階調的にはやっぱり豊かにはなっていってることがわかるかなと思います。っていうのがあって、で、まあごめんね、ちょっとめちゃくちゃややこしいんだけど、まあちょっとそれを頭に入れておいてもらいたくて、パナソニックのね、カメラは特になんですけど、スポット軌道メーターというものがあるんですね。こんな感じでね、表示ができるんですけど、このメーターをね、合わせたところの軌道を測ってくれるんですよ。これを合わせてあげてプラマイゼロのところにした時が、まあ適正な露出っていう風なね、判断になるかなと思います。なので画面の中にね、グレーカードを入れてあげて、これでね、測るみたいな感じがいいのかなと思いますね。ただね、まあ僕的にちょっとだけこれのね、オーバーめに撮っておくのがいいと思うので、まあプラス1もいかないぐらいのイメージかな、ちょい明るいなぐらいで撮っておくとね、さらにね、まあ人の肌とかそういったところは綺麗にね、撮れるかなというふうに思います。はい、っていうのもあるっていうことをね、まあうっすらで大丈夫なので覚えておいてもらえたらいいかなと思いますね。で、最後に皆さんにね、お伝えしたいのが、ここまでの話を聞いて、いやもうログ無理やわみたいな、いやもうようわからんわみたいに思った方、大丈夫です。そういった方用の撮影の
方法もあります。はい、今回ちょっとねソニーのカメラで皆さんにねお話をしていきたいんですけど、ピクチャープロファイルのお話なんですけど、このピクチャープロファイル6のシネ4とか10の HLG というものがあって、この PP6 のシネ4っていうのはログに比べたらレンジは狭いんですよ。なので明るいとこはちょっと明るくなりやすい、なのでちょっとこう白飛びとか黒つぶれがしやすいんだけれども、でもねログみたいに結構色をね自由に選べるっていうのが特徴になってるので、なのでちょっと色とかをねつけてみたい方はシネ4がおすすめで、次ね PP10 の HLG っていうものがあるんですけれども、 HLG っていうのは逆にねレンジが広いんですよ。なので白飛び黒つぶれがめちゃくちゃしにくいモードになっています。ただちょっと色がねシネ4よりは入ってるかなっていう感じなので、まあ色のね編集っていうよりかはこのね上下をね明るいとこと暗い部分をね波状させたくない方にはすごくねおすすめかなと思います。はい、なのでログはねむずいよっていう方は、まあ、HLG かシネ4の PP6 か10でね撮ってもらうっていうのが、おすすめかなとは思いますね。最近のねカメラで言うとあの PP11 の S シネトーンっていうものがあって、僕は結構これ好きなんですけど、まあ、こういったね撮影方法で撮るっていうのもなかなかいいと思いますね。特にね人の肌とかすんごい綺麗にね撮れたりするので、これもねかなりおすすめですね。であともうちょっとだけソニーのカメラ選択肢がありまして、このログではないモードにしていただいて、はい、ピクチャープロファイルを全て切ってもらってから、あとねこのクリエイティブルックっていうものがあったりするんですね。はい、このクリエイティブルックはもうそもそもね結構こういろんな色のねカラーのテイストをねつけてくれたものになっておりまして、これもね結構面白くて質感をね簡単に出すことは可能になっています。はい、まあ、僕的には結構ね白飛び黒つぶれしやすい感じはあるので、まあさらにね詳しくねあのこのシャドウの設定、ハイライトの設定とかをしていただいて、まあ撮るのがね結構おすすめかなというふうにはね僕は思いますね。はい、なのでねあの他のカメラでもあのいろんなねモードあります。こうパナソニックではねあのナチュラルとかフラットとかそういったものもありますし、でそういったもので、ぜひね撮ってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というわけでどうでしょうか、分かってもらえたかな。いやでもむずいよねログは。僕もねやっとこうだいぶ分かってるとは思うんですけど、始めた時はねもう何のこっちゃ分からんかった。いやそんなもんですよ、もう全然難しいんで、まあ、もうちょっとずつね知識をつけていくしかないのかなというふうには僕も思います。まあなんか分からんこととかちょっと不透明な部分があったらね、コメントでぜひねあの何でもコメントしてください。僕結構ねコメントは返信をさせていただいておりますので、まあ、皆さんの細かなねあの疑問点とかあればぜひぜひコメントで聞いてもらえたらと思います。はい、という感じで皆さん本日はねここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、ログ撮影はね結構まあ慣れではあるので、このチャンネルねしっかりと皆さんと一緒に動画作りをね、うまくなっていけたらいいなというふうに思ってますので、今後の動画も見逃さないでいてくれたらと思ってます。はい、というわけで皆さん、それでは最後までご視聴いただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、ちょっと待って皆さん、あのね11月1日6時いよいよ始まります。ほんまにお待たせしました。ついにね始めますので、ぜひ皆さん、まあこれが何かとは言いませんが、ぜひぜひ皆さんお待ちしますよ。ギャンギャン盛り上げてみましょう。ということで皆さん、バイチャ。Now that we've come so far, they're going